時刻は15時となりました。接客ビジネスエクセシャスタイムのお時間です。私宮田恵子が東京よりズームでお送りいたします。今日はですね、また素敵なゲストをお招きしておりまして、おなじみの方なんですけれども、主犯ビジネス実践会の代表していらっしゃいます増田健二さんです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっとね、キャラのお話ですと普通じゃない回になりそうなので、はい、楽しみにしております。はい、そしてお相手は、はい、佐藤真奈です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこちら、すいませんね、最初ちょっとマイクのトラブルがあってちょっとやり直していきたいと思います。はい、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoman.com となっております。そして YouTube とツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので、ぜひコメントお待ちしております。それでは一旦 CM に参りまして、本日もたくさんお話聞いていきたいと思います。はい、お願いします。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムです。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では先ほどご紹介いたしました、主犯ビジネス実践会代表、そしてマーケティングの専門でもいらっしゃいます増田健二さんです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はなかなかのキャラではい、もうこれからはキャラを出していく時代じゃないかなと思ってますね。はい、先ほどちょっと打ち合わせの中でね、やっぱり普通が一番ダメだよねっていう話が、はい、先ほどちょっと出たんですけれども、はいはい、まあどうですか最近はもうそのキャラがだんだん普通になって増田さんね来たんですけれども、そうですね、もうね、どこに行っても店に行っても店に入っていらっしゃいませ、はい、で自分で選んで、でレジまで行って、はい、で、商品買ってありがとうございました、まだお越しくださいと、はい、もうどこもこれですよ。そうですよ ね。で、もうスーパーなんか行くともう本当ね、もうレジもセルフレジになってしまって、はい、だから入店から買うものからレジから店を出るまで全く無言、うん、これはもうコンビニもそうだし大手量販店もそうだし、だから、うん、本当会話する機会がない、うん、確かにね、うん、なかなか会話したとしても、うん、まあ、当たり前のいらっしゃいませとありがとうございましたはありますが、それ以上踏み込むとか、そうそうそう、この人と顧客 に対してこうつながっていきたいとかっていう、うん、なかなかそういう気持ちが伝わらない状況が多いようになったかなというふうに、うん、特に感じますけど、そうですよね、まあ、うん、商品探してる時でもこれどこにありますかって聞いて店の人があこれこちらですってもうそれで終わり。そうです、そうです、うん、聞かれたことに対しては親切に教えてくれるんですけれども、そうそうそう、やっぱりそれ以上にこう何かこうお客様のこう先を読んで紹介したりとか、うん、何か気遣いとかっていうことを、まあ、わざとしないのかどうなのか、うん、だから結局そういうね、はい、個人商店だからこそそういった会話のきっかけができる、うん、ですね、ところが実際に今個人商店、まあいろいろまあそこら専門の境もあるし、はい、なんだっけ骨董品屋だったとか、
ね、いろんな個人商店あるじゃないですか。ええ、何度もこう店の前通るときにね、思うんだけども、お客さんをこう呼び入れようとする気持ちがあるのかなって。なるほど。なぜかというとね、入っていいのかどうか分かんないっていうのはね。例えば大手売り場 あのショッピングセンターの中の専門店だとかね、洋服売り場だとかね。そんなところには、例えば入って、ぐるっと回ってさ、なんかこう、自分の商品、思うような商品なかったら、手ぶらで出ることができますよね。確かに。うん、個人商店の場合、これできないよね、絶対。なかなかね、なんか一個買わないと出づらいなとかっていう感じが、それはない、本当はないんだけれども。うん、だから結局、購買目的は明確な人しか行かない。それかもしくは顔見知り。うん、うん、うん。そうじゃない人、まず絶対入んないと思うんですよ。あ、確かに。店には。それはあると思いますね。それで、普通じゃない酒屋さん目指毎日ね、配信いろいろ、市販ビジネス実践会でこう、配信されてるんですけれども、まあ、どうですか、そこら辺は理想っていうか、どういうふうなお店がいいかなっていうふうに。これね、僕いつも言うことなんですけど、例えばね、今月、まあ、ここ2、3ヶ月に、初めて訪問した店がありますかっていろんな人に聞くとね、覚えてないんだよ、はい、あれかなみたいな。絶対あるんですよ。例えば、レストランでも、居酒屋でも、文房具屋でも、アパレルショップでも、何でもいい。初めて入った店って絶対あるんですよ。うん、でもね、覚えてない。確かに。忘れてるわけ。でね、一回初来店した体験を覚えてないところに、2回目行かないですよ。うん、え、2回目行った店っていうのは必ず、あそこの店よかったわ、もう1回行こうっていう気持ちがあった店しか絶対行かない。なるほど。うん、だから、なぜそれが印象に残ってないかっていうと、普通だったから。はい。その通りです。普通。印象に残らない。だからみんな、特に料理屋さんなんていうのはね、味で印象に残ってもらおうっていうふうに思ってる人結構いらっしゃるんですよ。はい。もうね、味でね、僕ら素人だから、もちろん美味しいってのは分かるんだけど、うん、微妙なね、味の違いまで僕ら素人だから分からないし、うんうん、ね、なんかこう、味で勝負しとったって、それちょっと一般のお客さんには無理だよってな、確かに。ことは思うんです。そうですね。で、前ね、私、行列のお店か何かの取材をで、テレビ見たときに、はいはい、取材を申し込みに行ったらすごい人がいっぱい並んでて、そしたらそのよくこう取材をこう話を聞いてみると、お父さんから受け継いだラーメン屋さんだったんですよ。で、一時期はそのご夫婦で、お父さんが亡くなられた後にそのお店を継いでご夫婦でやられてたんですけど、ご主人がもう本当にどん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 売り上げが下がっていって、お客様が来なくなったんですって。で、お父さんの時はすごく繁盛してたみたいなんですよね。で、お父さんがどういう接客っていうか、その味はそんなに変わらないのに、なぜその来なくなったかっていうことをずっと考えていると、一客一客とお父さんって喋ってたんですって。あ、で、自分はその売り上げのことしか考えてなくて、そこに目を向けてなかった。それと味を落としちゃいけないっていうことで一生懸命で、そこに後で気づいたらしいんですね。ただそこに気づくまではいろんなご苦労があって、本当にちょっと精神的に嫌でしまって、あれっていけないかと思うぐらいだったらしいんですけど、その取材の中では、お子さんがいらっしゃったらちょっとちっちゃいお土産をお渡ししたり、必ず一人一人とお話ししてたんですよ。そうで、やっぱりそこのその一言をお客さんに印象づける、それからお客さんへの思いをちゃんとこう口で伝えるっていうことがすごく大事だなっていうところと、お客様に取材をされてたんですね、その番組で。むしろ味はね、今の方が美味しいですよ、お父さんの時より、ってすごくこう嬉しい、そうそうそう、そういうこうコメントをお客様の方からもいただいて、一客一客毎回毎回ね、いろいろ気遣ってくれるんだよねとか、ここに来るとほっとするんだよねなんてお話をされていて、やっぱりその味、さっき増田さんおっしゃった味だけじゃないなっていうところは、確かに今思い出したんですけど、あるなというふうに思いますね。職人とか技術畑出身の人とはどうしてもそこだけで勝負しようっていう、うん、必須があるんですよ。
だからとにかく足を落とさない、腕を落とさない。だから、うん、その背景にあるのは、その腕さえ良ければ売れる、味が良ければ売れる、物が良ければ売れるっていうのは妙な先入観だろうなって。うん、物いいものも今ね、世の中氾濫してるわけだから。うん、美味しくない方が珍しい。そうそうそう。酒でもそうですよ。まずい酒探そうが難しい。うん。あ、みんなどこの酒も美味しくなってるから。いいから店頭にあるんでしょうからね。そうそうそう。うん。うん、そうですよね。まあこの日本の今の世の中で、そのやっぱり美人じゃないですか。お得客って味も、それから態度とか、マナーについてもすごく厳しいので、やっぱそこは皆さん切磋琢磨して、お客様に気に入っていただきたいとかって思って頑張ってはいると思うんですけど、ただなかなかね、その普通を抜け出すっていうのが、うん、どうしたらいいのかっていうのは難しいなっていうふうに思うんですよね。だから、増田さんの今日のね、ちょい悪のキャラ。とかね、難しいなっていう風に思うんですよ。なかなかね、まあ酒屋さんで、私ね一件コンサルさせてとか研修とかセミナーをさせていただいてるお店で、前ちょっとお話した日本一にコスメを売ってなった主販店さんがあるんですけど、そこはね普通じゃない。本当に普通じゃない。だから奥様がピンクレンジャーの格好をしてるインスタに載せたり、フェイスブックに載せたり、お店の看板に写真を載っけたり、ご夫婦とっても仲が良くて、ご主人もショッカーの格好をして出られる。すごいすごいでしょ。なかなかねそこはね普通じゃないっていい意味の普通じゃない、印象に残る。あと多分接客もそうだと思うんですよ。だからなかなかこう普通の接客じゃないなって、すごいあったかくて、一回来たら虜にしちゃうような接客絶対やってるはずだなっていうふうに思うんですけど、ケンさんどうですかね。いや本当そうだと思う。僕はね事例見てびっくりしたのがね、奥さんがさ、水着姿、水着はほらね、別のキャラクターのモデルのね水着、顔だけ切り替えてね、顔だけ切り替えて本当奥さんが水着姿になってるわけ。でそれでね、僕これ奥さんすごいなと思ったのがね、実際にそれを表のファザーと出してるわけね。その奥さんがすごいなと思ったのが、ね、実際に外に出て店の離れたところから店の前が国道になってるんですよ。はい、でね、何人の人がこの写真を見てるかって全部チェックしてるの。それがすごいと思った俺。やっぱりみんなでやっぱり見るわけ。やっぱり女性のね、美術家だってやっぱ無視する男っていないから、絶対見るわけ。だからそういうのがね、これね、やっぱりね、すごい勇気がいったことだと思う。確かに。普通からね、脱却することってすごい勇気んですよ。確かに。俺もすごい勇気いったの、実際。サングラスとか、もう、いわゆるこのキャラね。キャラね。うん。フェイスブックに書いてるような、てめえ、この野郎とか、スパンじゃねえぞとか。こういう言葉遣いなんか見て、これこんな言葉遣い使っていいんだろうかって、怖かったんだけど、受けよかったね、すごい。お客さん、見てる人の、こう、反応って、すごく普通よりありますよね、あっちの方、面白い反応が。だから私もそう思うし、そのさっきの、奥様の、水着姿の見たときに、で、お客様が面白いんですって、お店に入ってきて、奥さんの顔じゃないですか。うん、太ったとか言うらしいんですよ。声がこう、会話がこう始まって、なんかこうわははから始まる接客が、それが会話のきっかけなんだね、そういうのがね。そうそうそう。ね、もうお客さんって笑いながら入ってきてくれていて、表のボディと違うんじゃないぐらいの感じ。太ったみたいな感じで言う。で、まあ、入る時からも笑って入ってきてくれるので、それこそも入る前から印象づいているのと、あとね、聞いたのがね、みんなね、あれ出してたら事故起こすよって。よそ見運転しちゃうから。しちゃうからね、事故起こすよって言われたって言って笑ってたんですよ。そうそう。
だからそこまでやれるかどうかは別として、でも、うん、あの違う意味でこう普通と酒屋さんと違う、こう何かキャラとかこう工夫とかあってもいいのかなっていうふうに、うん、というか僕はね、やっぱ泣けないといけないと思ってるんですよ。うん、ないといけない。あのこのお店に行くとなんか楽しいよとか、だからさっき言ったように、その一回初来店したお店の経験、あの記憶がない。確かに。これはね、致命傷だよね、やっぱ。うん、確かにね、うん。そうそう。あの店は忘れないと思うな。うん、忘れないだろうね、あの店はね。うちのあのね、娘が、あのね、桜がそこに初めて行った時でもね、もう帰ってきてね、もうそのね、福田さんの話ばっかりですもん。ああ、なるほど。もうよっぽど楽しかったんやなと思ってね。うん、ね、お父さんお父さんあの、ね、福田さんの店ね、こうで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 ってね、もうずーっと言うわけね。ね、だからさくらがそれぐらい言うんだったら、普通のお客さんみんな言ってんのこれ。お家に帰ってね。そうそうそう。あの店すごいよって、面白いよってね、うんうん。こんな店ってないよね、普通。ないない。ほんとに、ね、うん。しかもこう、一生懸命さが私もわかる、うん。あったことって実際ないじゃないですか、お店に行ったことって。うんうん、ないけれども、うん、あの必死とそこも伝わってくる、ね、はいはい、うん、そうだから、うん、あのみんながそういうこう水着のあれにはなれないけど、うん、だから水着じゃなくたってもいいよ、なんでもいいのよ、別の意味であのそうそうそうキャラを立ててなんかこうね、うん、ちょっとやれたらいいなというふうに思います、ね、で僕のね、あのクライアントのあの蔵元なんかがね、はい、やってたのがポスターにね、ね、うん、裸のね、あれ、社員の人かな、赤ふんどし。赤ふん一つで、裸でこうやって出てくんで、これがすごい受けたらしい。そうなんですか。まあ、それもやっぱり、ね、女性がね、ポスターをね、なんか奪っていくみたいなね。なんか、聞いたことあるの、それ。これも一つのきっかけなのね。なるほど。うん、だから普通のね、蔵元のパンフレット見ると、やっぱりいかにいい酒造りやってね、ね、うん、タンクから杜氏がこうやって酒を引き下げしてるような、なんかいかにもこう、そういったこう上品なイメージを出してるけども、はいはい、ね、逆にそこに赤粉の男性を登場させて。クラシックは同じクラシックですけど、ちょっと印象的ですよね。そうそうそう。うん、だから、なんか、だから普通じゃない演出してるわけ。なるほどね。これ本当すごい勇気がいるけど、だからすごい周りからも反発だったみたいで、同業店から何やってんだお前とかね、そういった反発をこれ必ずあるんです。実際僕なんかでもこれやってるけども、誰か言ってんの、あげで、あいつ何やってんだって、バカじゃないかって、でもね、バカじゃないか、あいつ何やってんだっていう批判がないと賛同って得られないと俺思ってるから、うん、なるほど。だから嫌われキャラも必要で、そうそうそう、でも、うん、だから結局印象に残るから反発を持つ人もいるし、いいなと思う人もいる、うん、だからどっちもないっていうのが一番大事ってこと、うん、だから万人に好かれようとするから、はい、どうしても普通になっちゃうでしょ、対応が、うん、確かに、だから印象に残らない、うん、確かにそうですよね、万人に好かれる必要ないんだからね、そう、そう、ね、私、うん、あのこの髪の色ももうやめたんですよ。だから黒い髪を、百貨店に行かなくてよくなったんで、コロナで。ああ。だもうそこから、前はちょっと栗色ぐらいだったんですけど、もういいやと思って、うん、キラでもいいやと思って、で、研修もスーツ着ないで行くんですよ。うん、で、そう、でも周りのあの講師の人って、パンツスーツだったり、黒のパンツスーツとか、うん、そういうスーツで来る人が多いんですけど、私ワンピースのジャケットとか、うん、そんな感じでもう行っちゃうんですね、うん、うん、だからでも一個のクライアントさん、一つのクライアントさんが言ってたのは、あの私が選ぶ講師の人は、まあ、ファッション関係だったのもあるんですけど、黒いスーツを着た講師の人は選ばないですっておっしゃって、やったと思いました。すごい。を、本当に、外資の、ブランドさんなんですけど、だから、そういう、こう、そういう感覚の人は選ばないっておっしゃったんで、うん、あ、じゃあ私これでいいやって思ったんです。うん、ね、いや、僕もね、実際これキャラ考えるときに、まあ、僕、マーケティングコンサルタントなんだけど、はいはいはい、マーケティングコンサルタントのほら、もう、たくさんいるよね、そういった人。で、うん、ですよね。ページなんか見ると、必ずその本人の顔写真が写ってる。はいはい、で、イケメンはいいのね、イケメンは。
あいて、なんかすごい真面目なタイプの人ばっかりで、やっぱり、ね、悪キャラがいないわけ。なるほど、いないね、キャンプ。だから、よし、これはもう俺しかいないわと、うんうん、思って、もう思い切って、これをやったわけです。いやでもほら、あれもいいじゃない？エプロン。エプロンね。エプロン。これにキティちゃんのエプロンして、料理するのよ。ギャップですね。まさかの、お料理上手なんですよ、お料理。ああ、すごい、そうなんですね。だから、お料理上手で、結構作った料理を Facebook に載せたりとかね、インスタに載せたりとかなんですけど、はいはい、あの、このキャラで、あの、ウサギちゃんかなんかがついた。あれ、キティちゃん、キティ。あ、キティちゃん。キティちゃんのエプロンで、これで。はい、で、そのサングラスで、料理に、あの洗濯物干したりとかね、そうそう、洗濯物畳んだりとかね、正座して、ね、あとこのキャラであの子供たちの交通安全の旗持ちやったりとか、いやギャップが止まるわ、みんな、ね、みんな止まる、びっくりしますよね、うん、ちょっと警察からも言われた、止められたりとかね、僕誰ですかって言われてね、何やってんですかみたいな、うん、いや僕町内会長ですって言ってそうですか、失礼しましただからみんなやっぱりこれから先は自分らしさとか、うん、自分の無理するキャラはいけないと思うけど、うん、その自分らしさとかを表に出すっていうことが誰かのお客様に引っかかる、そうそうそう、うんうん、そうだからこう目指してもいいんじゃないのって私は思う、うんうんうん、だから思い切ってね、もうキャラ出した方がいい、恥ずかしがらずに、そうね、マナちゃんどう、マナちゃん。でもそうですね、私も結構出せない、なかなか出せないとか、あの、うん、印象にあんまりつかないっていうのが結構悩みなので、そうそう、だからやっぱり髪マッキンキンにするとかさ、あ、それ一回やってみたいとか、ね、やってみようよ、マッキンキンにしてさ、ね、だから、うん、やっぱり大切だなと思って自分を出すのは、そうですよね、やっていきたいですね。なんかね、はい、そうなんですよ。私も接客販売の講師なのに、髪こんな明るい人ってあんまりいないですよ。いないね。いないね。あんまりどころじゃない。いない。あんまりないからね。まずいない。だからやっぱ印象づきますからね。何かあると。ね、ということで、お時間も残り1分となりました。あっという間だったね。はい。またあっという間のお時間でしたけれども、はいはいはい、さんまたね、あのこれからあの主販ビジネス忙しくなってくる時期ですから、はいはい、そのあたりもお伝えできればと思いますの で、 あ、そうですね、はい、忙しい期間にあの、はい、主販の皆さんにお伝えすることいっぱいありますから、またお呼びしたいと思いますので、はいはいはい、ぜひお待ちします、はい、ぜひ次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。では、あの来週またこのお時間にお会いしたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。